集まるということを賛同してもらえればまあ名を捨てて身を取るということは別に民進党という名前にこだわらなくても私はいいと思うんですね前原氏は外交・安全保障政策は現実路線だとして内政問題で自民党との違いを打ち出す考えを示しました具体的な政策として前原氏は 財源論から逃げない安心できる社会保障を挙げ国民の負担を求めながら将来不安を解消するべきだと強調しましたさらに次の総選挙までに何らかの動きをしないと日本はまずい旗を立てることの中でさまざまな化学反応が出てくることを期待したいと述べて次の総選挙までに 民進党の回答や文党などを視野に入れた政界再編に意欲を示しました。